はい、どうもベニーです。ではですね、今回肌ケアチャレンジ14回目かな、はい、14回目か14回目をやっていきたいと思います。イエーイ。ということでですね、今日ね、なんかあったかな、まあ、でも昨日ね、あったこと、昨日ね、仕事がね、まあ、仕事っていうかなんか研修みたいな感じだったんですけど、そう、ちょっと必要でね、その研修がやんなきゃ仕事できないってなっちゃって、で、その研修をやってて、で、1時に終わったんだよね。で、よしと思って、これ帰って、まあ、3時ぐらいかなって、で、3時から夜まで何もないから、ずっと動画撮って編集できる、やったと思ったんだよ。で、こう家帰ってきて、で、よし編集しようって、こうやって1個編集してたんだよね。よしってエンコードだっつって、エンコードして、で、まあ、なかなか終わんないんだよね、エンコードが。まあ、いつも思うんだけどさ、30分40分ぐらいかかるんだよ。そのなんかね、5分ぐらいの動画だよ。で、エンコードでそんぐらいかかって、で、うわどうしようかなと思って、で、それを前まで1週間ぐらいね、1日3時間ぐらいしか寝てなかったんですよ。3時間か2時間。でもさすがにちょっと眠いなと思って、いや、よし、じゃあ1時間半寝ようっつってで、こっち来てね、布団に入ったんだよね。そう、そしたらね、もうね、夜の11時だった、起きたら、あれと思って、でさ、携帯見たらさ、もうアラーム鳴って、鳴り終わってたのか分かんないんだけど、もうアラームも鳴ってなくて、でもやばいと。でももうさ、11時じゃん、夜の。何もできないなと思って、で、このまんま起きてなんかするよりは、今日いっぱい寝て明日の仕事に備えようって思って、その、まあ、結局その日は寝たんですけど、でふと思ったんだよね。そのもしじゃあこれで今日俺がね、11時夜の11時に、ね、起きなくて朝起きたらどうなっちまうんだと思って、まあ、何がっていうと、仕事出るんじゃねみたいなふうに思って、ちょっとそこら辺の心配をねし始めてきました、この頃ね。そうなんだよね、最近、まあ、最近はでもあれなんですけど、でたまにあるじゃん、なんか疲れててさ、なんかお風呂がもう入るのちょっとだるいし、ちょっと1時間ぐらい寝るかと思って寝たら、次の日の10時ぐらいとか、10時はねえか、まあ4時とか、朝の4時とかでさ、おやべ、もう仕事行く時間じゃん、仕事行く時間じゃんみたいな感じになって、お風呂てかシャワー浴びてさ、よしじゃ出よう、危なかったな今日みたいな感じになることって多々あるじゃないですか、まあ、僕、まあ、たまにあるんですけど、でそれがねちょっと超えちゃうとさ、こう朝起きて、うわ朝じゃん、何時って見た時にさ、もう何、昼の1時とか13時ね、昼の13時とかでさ、え、仕事、うわめっちゃ電話かかってんじゃんみたいな、まあ、最初に気づくのが、うわ朝じゃんって見て、あ、電話めっちゃかかってる、1時じゃんみたいなね、感じになってさ、お、今日も仕事行けねえわ、どうしよう、お、電話しようって、もしもしって言って、あ、寝坊しましたみたいな感じになっちゃうんだよ。それをね今ね危惧してます。だからね、アラームをもう早めに早めにかけようと思って、なんならもう寝る前、もう夜7時ぐらいになって、それから仕事から家帰る時間になったら、もう明日の時間見てさ、よしじゃあ今日、明日はこの時間に起きるからアラーム3つかけとこうみたいな感じにしようかなっていうふうに、はい、というね、どうでもいい話。最近ね、ちょっと話のネタがないんですよね。なんか出会うこともないし、なんかあったかな。でも SP の人に会いましたね。SP。最近そういうの多いですね。SP の人とか、記者の人とかね。そういう人たち多いんですけど、まあ別にその人たちと何かあるわけもなく、外人の人と何かあるわけでもないし。あ、もう今日なんか英語を話す女性の方がいて、すごいなと思いました。日本人で、その外人の人から、まあ、僕英語全然喋れないんですよ。でちょっと聞いて、まあ、理解はできるんですよね、なんて言ってるか。だけどその僕答えてすべないんで、でこう、まあ、言われて、えと思って、ああなるほどね、バッグ大きいのがあってそっちに置いてるけど大丈夫みたいな感じだったんだよ。そう、ああ分かる分かる、ああオッケーオッケーみたいな感じだったんですよね。 そしたらその女性の英語喋る人がね、日本人の人なんですけど、こっち来て、でその人たちにこうめっちゃめちゃくちゃ喋ってるわけよ。もうそれを見てさ、うわすげえかっこいいなと思って、やっぱ英語できんのってすげえなっていうふうに思いました。でその人にね、英語教えてほしいです、今度ご飯でも行きましょうかって言いたかったんだけど、ま
こっち仕事中だし、てか相手も女性の方ですから、なんかそんなこと言ったら、お前ね今ね問題になるじゃん、意外とさ。そうだからね、あ、ダメだなと思って。でもね、やっぱしね、英語喋るようになりたいなっていうの思うんですよ。ほんとこのご時世じゃないんだけど、そう、いやもうね、英語できたらさ、やれること幅広がるじゃん、ね、海外行っても、ね、どこ行っても大丈夫だし、まあ危ないことは危ないと思うけどさ、海外行って何も分かんないってことにはならないしさ、どっか場所聞くときもさ普通に聞けるし、なんか言われても答えられるってさ結構強いじゃないですか。普通に英語だったら、まあ、大体のところはね英語喋る人がいるんでね、え、英語喋るようになりたいなって思うんですけど、なんか喉変だなそう、英語ね喋りたいなっていうふうに思うんだけど、まあなかなかね、うん、やっぱし一番はあの英語喋れる人と友達になって教えてもらうっていうのが一番いいのかなっていうふうに思ってるんですよね。だからなあっていうふうに、英語喋りたいなっていうふうに思ってます。いや別に喋んなくてもいいんだと思うんだけどね、正直言うと。だけどさ、やっぱいろんな人と友達になりたいじゃん、外人の人とさ。俺さ、全国全部の国、アメリカ、イギリス、イタリア、フランスとか、あの全部の国の人たちと友達になりたいんだよ。だからアメリカにはボブがいるぜみたいなフランスには名前なんていうの、フランスのことって名前なんていうんだろう、まあ、なんかさ、まあ、何誰かいるぜみたいなさ。そうだから、どこの国にこう旅行しに行っても誰かしら友達がいて、その友達となんか、友達がなんかその国をね紹介してくれるとかさ、そういうなんか風がいいなと思って、それからアメリカ行って、ね、ボブっつって、ボブどっかおすすめないみたいなことを聞いたりとかさ、そしたらボブがさ、あそこいいぜとか、あそこいいんだ、よし俺行くわみたいな。で逆にそのね、みんながねこう日本に来た時に、こう俺にさ、どこどこいいとこないって言われ聞かれてさ、いやあそこいいよみたいな、そういうなんか交流をしたいなっていう風にね、今、まあ、結構前からなんだけど思ってます。いろんな国行って友達いたら楽しいだろうなってさ。でなんか日本を紹介したよね、今度日本行くんだけどって言われたらさ、じゃあいいよ、日本を紹介してあげるよって言って、ね、いろんなとこ一緒に巡ってさ、これ京都だよ、寺いっぱいあるでしょ、かっこいいでしょここ東京だよ、侍いないよみたいな忍者もいないんだよ本当は、ね、言いたいなっていう侍と会うなら日光江戸村だぜみたいなねそこにはいるぞみたいなさ、そういうのを、ね、言いたいんですよ。そういう交流がねしたいなっていうふうに、ね、いつも思ってるんですけどね、まあなかなかねこう一歩踏み出せない。はい、ということで、ね、長々と話しました。どこまでがカットになるか分かんないですけどね、今日はレベル3でやっていきましょう。はい、レベル3です。
do birds suddenly appear every time you are near? Just like me. 動画を見てくださりありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter もやっておりますのでそちらもフォローお願いします。ではまた、バイバイ。Fall down from the sky every time.